住民投票の要するリコールとは、有権者が、公職や役員の会食を求めることができる制度である、会食請求権ともいう、地方自治法第76条から第88条まで、及び第296条、地方教育行政の組織及び運営に関する、法律第8条、漁業法第99条で定められた、直接請求制度の一つである、都道府県知事、 市町村長の会食選挙権のある者の,の3分の1以上の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる。請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない。会食投票において、 有効投票総数の過半数が賛成すれば、その主張は失職する。ただし、投票前に対象の主張が職を失いまたは死亡した場合は、会食投票を行わない。その主張の選挙から1年間または、会食投票日から1年間は会食請求をすることができない。地方議会の解散有権者の3分の1以上の署名を集めて、選挙管理委員会に請求できる。 請求が有効であれば、請求から60日以内に、住民投票が行われる。投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前に、しなければならない。投票において、有効投票総数の過半数が賛成すれば、解散となる。ただし、投票前に議員がべてかけた場合は、投票を行わない。 その議会の議員選挙から1年間または解散投票日から1年間は解散請求をすることができない。財産区の議会も解散請求の対象となっている。地方議員の会食対象の議員の選挙区の有権者の3分の1以上の署名を集めると選挙管理委員会に請求できる。請求が有効であれば、請求から60日以内に、 その選挙区において、住民投票が行われる。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前に、しなければならない。会食投票において、有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する。ただし、投票前に、 対象の議員が職を失いまたは死亡した場合は投票を行わない。その議員に関して選挙から1年間または会食投票日から1年間は会食請求をすることができない。財産区の議員も会食請求の対象となっている。地方役員の会食有権者の3分の1以上の署名を集めると、副知事、副市長村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員、 総合区長、教育長、教育委員の会食を都道府県知事、市町村長に請求できる。請求が有効であれば、市長が議会に不義し、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば、職を失う。副知事、副市町村長の会食の請求は、就任から1年間及び会食請求に基づく。 地方議会の会食採決日から1年間はすることができない。選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員の会食の請求は、就任から6ヶ月間及び、地方議会の会食採決日から6ヶ月間は、することができない。海区漁業調整委員会構選委員の、会食海区漁業調整委員会構選委員の、有権者の3分の1以上の署名を集めると、 都道府県選挙管理委員会に請求できる。請求が有効であれば、請求から60日以内に、その委員の選挙区において、住民投票が行われる。会食投票の告示は、少なくとも投票日の30日前にしなければならない。会食投票において、有効投票総数の過半数が賛成すれば、その委員は失職する。ただし、その委員が、 投票前に職を失いまたは死亡した場合は投票を行わない。選挙から6ヶ月間または会食投票日から6ヶ月間は会食請求をすることができない。旧農業委員会公選委員の解任2016年3月31日までは農業委員会公選委員選挙の有権者の2分の1以上の同意を得て、 選挙された農業委員会の委員の解任を市町村の選挙管理委員会に請求ができた。請求が有効であれば農業委員会公選委員は解任された。選挙から6ヶ月間は解任請求をすることができなかった。会食、解散とも平成の大合併に伴うものが多い。会食請求、編集以下は住民投票における会食が実現しなかった例である。 解散請求、編集以下は、住民投票における解散が実現しなかった例で、ある。ありがとうございます。